ります。受けててください。サークルっていうのはね、丸のことなの。みんなで丸くなって、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃん、みんな誰でも楽しくね、リズムで遊ぼうっていうことなんです。そう。そう、みんな好きなように、ね、前の人とか横の人の音も聞きながら、楽しんで叩いてみてね。はい。一つだけね、注意しますね。結構ね、夢中になって、手が痛くなるからね。気をつけてください。お父さんとかお母さん、時計とか指輪をはめてるとね、結構、怪我されることがあるんで、もし外せたら、外して楽しんでいただきたいと思います。はい。じゃあ、ワン、ツー、みんなでどうぞ。みんなで肩叩こう。